何にも思いつかんぞ。何にも思いつかんぞ。登場合図が何にも思いつかんぞ。どうする？どうする？ケータ店長、どうする？ヘイヨー！ヨヨヨヨヨー！ペペ全神奈川から電波に乗せて全国へ殴り込み。MC ケンタ店長、俺に限界はない青天井。よ、そしてここは戦場、生き地獄。ケンタ店長チャンネル。よ。というわけでですね、はい、すいません、何も思いつかなかったんで、ちょっとフリースタイルっぽく登場してみました。どうでしょうか。はい。ね、10代の頃はちょっとね、遊びでサイファー囲んで、ね、ラップやっておりました。はい。久しぶりにフリースタイルやってみたんですが、どうでしょう。はい。ひどいことになってしまいました。申し訳ありません。ケンタ店長ことスティーブン・セガールです。嘘です。ケンタ店長です。はい。でですね、まあ、今回の動画はですね、まあタイトルにもある通りなんですけども、不良たちのしのぎ、小遣い稼ぎというわけでですね、まあ、世の中のですね、不良少年、不良少女、アウトサイダー、ね、方々、まあ、どんなね、ことをしてね、お金を稼いでいるのかというのをですね、まあ、自分の体験談や、まあ、周りの話を交えつつですね、ちょっと紹介していきたいと思います。うん、まあ、不良少年、不良少女たちの時の、まあ、10代、からですね、20代前半ぐらいのですね、まだ、そんな大それたことをね、できないぐらいの年代の、まあ、しのぎっていうか小遣い稼ぎだと思ってください。そんな、紹介の動画になっております。おりまっする。はい、というわけでですね、まあ、まあ多いのはですね、まあ、まあ恐喝だね、まあ窃盗だ、まあそれはまあ、まあベタなとこですよね、うん、まあそれはまあみんなやってるでしょう。盗んで売って、まあ脅して取って、ね、それはまあ、ベタなとこですけど、まあそれはまあね、まあそれはその通りですよ。それはまあありますよね。うん、代表格ですね、うん。ポピュラーなとこ行くと、やっぱ窃盗、恐喝、はまあ、やっぱストリートのですね、アウトローだね、少年少女、ボーイズ・エン・ガールズとね、いうわけでね、はやってるでしょう。うん、もちろんやりつつの、ちょっとね、まあ、知らなさそうなところのね、話をするとですね、まあ、飛ばし携帯とかもね、今最近だと結構漫画とかそういうのでもポピュラーになってきてるというか、まあ認知度高まってると思うんですけども、飛ばし携帯自体はね、儲かってるのは正直組織っていうか上の方、あの組織、もう元の組織が儲かってるだけで、まあ、結局そのやってる、ね、あの末端のね、僕らっていうか、まあまあそのね、あの末端のチンピラたちは別にそんな儲かってるわけでもないんでね、うん、まあ本当に手足で使われてるしないんで、わかんないよ、個人でやってる人もいるよ、それ俺は知らんかさ。飛ばし携帯は俺は組織ぐるみでやってるところしか知らんけど、まあ個人でやってる人いるんですかね。うん、まあ、知り合いの試合だけどね、やっぱ同じ年代でね、同年代で、まあ、20代ぐらいの前半にね、まあ、俺詐欺やっぱ、うん、やっぱ流行った時っていうか、まあ先駆けじゃないけど、そういう時にまあ捕まっていましたね。億単位でね、億単位、まあ、億に届くぐらいのね、額を上げたって言ってましたよ。まあ、パクられたけど、まあ初犯だったんで、で、あれで、ね、不思議なんだよね、日本の法律でね。別に全額返済しなくてもいいんだよね。返せなかったらさ。正直それ勝ち逃げってやつですよね。うん。まあ、どういう風に金を隠すかとね。まあ、使っちゃうかっていうのもあるかもしれないけども、あれ全額返済しなくていいんだよね。うん。ちょっとそれもよくわかんない。俺はちょっと法律が甘いんじゃないかなって思うんだけども。まあまあまあ、それ。まあ、オレオレ詐欺とかね。やっぱ詐欺はとかね、結構、まあそれはだんだん。10代の頃ってね、まあ、10代、中高生の頃ってあんま詐欺だなんだってね、やってる人は少ないのよ。だから20代になってくるとやっぱりみんな知恵をつけてくるし、仲間もできてくるから、まあ、やっぱ詐欺の方が大きく稼げるから、まあ詐欺とかね、うん、走る感じだよね。まあ本当に恐喝だとかね、窃盗して売るだっていうのはね、本当に小遣い稼ぎじゃならんから、うん。俺はやっぱりいいよ、これ俺、周りの話だからね。俺やってるって感じはしない。俺はやってないからね。やってないことになってるから、そうそうそう。で、
っても今日、まあ、その窃盗がね、小遣い稼ぎやってても、まあ、大規模になるとやっぱそれはね、まあ、将棋議員と言ってもいいんじゃないっていうのね、規模にもなるわけですね。やってる人も実際いましてね、それでまあ捕まったって話したけど、俺じゃなくてね、友達が数百万単位の窃盗を繰り返して売ってっていうのを繰り返して、まあ、捕まってしまった。まあそれ4人ぐらいでやるんだけど、あの4人とも捕まって、そのうちのね3人はね、借金を親が払ったのかわかんないけど、まあすぐ出てきたのよ。そのうちの1人は、まあ、そういうのをお金もなかった家だったんで、結局1年間しっかり1件入って1年ちょい入ったのかな、成人式出れなかったっていうね、かわいそうな友達はいますけど、それでね、窃盗のせいで結局世の中金かよって思っちゃいますよね。うん、同じ罪同罪で捕まってもね、そんだけ出てくる期間っていうかね、時期にばらつきがあるっていうのはね、やっぱ世の中金なんかなって思っちゃう瞬間でしたね。はい、これすげえ、いつもとさ、今回絵と違いますよね。これちょっと若干フィルターかかってるじゃないですか。特殊効果で撮るっていうのをね、発見したんで、いいのを発見で使ってみたんですけど、なんか知らないけどフラッシュがずっと耐えられて、すんげえ眩しいんだけど、何これ、消せねえ、これこのフラッシュ何これ、うぜえよ、消せないし、何やこれ、仕方ない、怪我せよ。まあね、そんな感じで、まあそう、生徒ね、うん、まあ生徒はポピュラーですね、生徒恐喝ね。でね、俺がね、10代の頃ね、10代後半の頃ってね、LINE とかするのないから、LINE もなかったし、まあ、Facebook だ、Twitter ってのもあったんだろうけど、あったのかわからないけど、流行ってなかったのよ。そういう SNS 系っていうのが、そんなに普及してなかったから、まだね、みんなね、メルトモ掲示板とかね、まあポピュラーなところで言うと、スタビ、とかね、まあ、そういうのを使ってまたわけですね、出会ったりとか。まあ、英語の場になってたとか、まあ、そういう悪い友達させたりとかするのも結構それ掲示板ってね、多かったんですよ。メルトモ掲示板っていうのね。うん、でね、まあ、10代の子ね、まあ、まあ、僕の友達の、まあ、僕の知り合いの K 君、K 店長、いや、K 君ね。K 君もね、その掲示板対応してね、いろいろそういう、まあ、悪い系の、まあ、しのぎじゃないけど小遣い稼ぎするような仲間を探してた時期があったんですね。 K 君ね、俺の友達の K 君ね、うん、俺じゃねえよ、 K 君な。まあそれでね、仲間を探してね、メルトモ掲示板でね、結構同じようなねやつがいるのよ。女の子でもね、遠行の投稿があるじゃないですか。例えばね、ホテルね、ホ別3でとかね、そういう投稿があるじゃないですか。ホテル別の3万でみたいなね、ホテル代別の、まあ3万円で変更しませんかって女の子が投稿したわけじゃない。そこでさ、 K 君はさ、メールするわけよ。ね、変更じゃなくて変更狩りの方がお互い楽、お互いっていうか、俺もあれだし、俺じゃねえ、 K 君もあれだし、ね、その君もね、変更わざわざ体張んなくていいから楽に儲けられるんじゃないって K 君が持ちかけるわけよ。で、パッパラパーなね、あーパッパーなね、女の子はね、いいねって乗ってくるわけですね。うん、そうだね、私もじゃあ変な気持ち悪いね、おじさんとね、エッチしなくて済むし、それだったらいいねっつって、でそれで手を組むわけですね。うん、こうでどんどんね、嫌な悪いコネクションがどんどん広がっていくわけですね。うん、そんなね、そういうところからつながった人からね、薬買わないとかね、薬売ってくんないとかね、そういう話になっていくわけですよ、どんどんね。良くない方向へね、負の連鎖ですよ。前も話したけど、本当にマイナスですよ、マイナス。うん、まあまあ、そういう K 君がね、そうそう言ってたんだけど、そうやって、ね、どんどんつながっていくわけなんですって。うん、で、まあ、その遠行狩りをすると。結構ね、その、まあ、公園でなんだ。まあ、それで、その女の子に、そのまあ、結局、遠行しませんか的な投稿はさせ続けるわけですね。で、まあ、男の人、いいよ、みたいなね。まあ、いいよっていうか、メールしてきて、いくら出しますんで、じゃあ、どこどこで会えますかみたいな感じで、その投稿に対しての、まあ、メールが来るわけですね。で、まあ、K 君とその女の子は2人にいて、じゃあ、どこどこのホテルで会おう、その前に公園にね、で、ちょっと一回お話ししようみたいなね、感じでね、誘い出すわけですね。人気のないね、すごいね、広い公園があるんですよ。そう、K 君がいつも使ってた、遠行狩り専用公園みたいなのがね、あったんですね。うん、でね、遠行狩りのメリットってね、そのやる側のね、その
僚君たちのね、やる側のメリットってね、まあ、そういうのは正直、エンクワリーじゃなんだったら、会議とかに比べば儲けは少ないかもしれんけどね、まあ、2等分しね、2人だったら。ただね、エンクワリーってね、なかなかね、被害届で出せないんですよね、被害者が。なぜかというと、エンクワリーしようっていうふうに来てるわけだから、その人自体もそれ、まずいですね、警察にね、エンクワリーの投稿に、エンクワリーしようって言ったら、つぼ立てしてたみたいなね、つぼ立てっていうか、まあ、エンクワリーでしたなんて、ね、なかなか言えないわけですよ、そりゃ。自分もエンクワリーしようとしてんだから。となお、中にはそれでも、それをおまわりにね、恥ずかしげもなくね、言うやつもいるんですって。すごいですよね、自分はエンクワリーしようとしたてっていうのをおまわりさんにですね、自分から露呈させるわけですからね、もろ刃の剣ですよね。もろ刃の剣なのかよくわかんないけど、まあそういう人もいましたと言ってましたよ、ケイ君が。でも基本的には被害届は出ないですね。出しづらいですね、被害者が。被害届を出しづらい。なので、エンコウ狩りっていうのは結構ね、まあ、流行ったって言ってましたっけね、ケイ君が。まあ、2等分なんでね、そんなさほど、どうせ、まあ、手に入ったお金でね、エンコウ狩りしようって言って、グルになった女の子とね、一緒にそのまま結局ホテル行っちゃったりとかね、そういう感じの使い方で結局、あぶく銭なんですよ。そんな銭なんでね、すぐ使ってなくなっちゃうの。その日のうちとかね、飯食って飲んでね、じゃあね、おっちゃんとやんなくて済んだ分、やろうみたいな感じになったりとかね、そういうのあるわけですよね。A 君曰くね。まあ、というね、そういう援交があるとかね、そういう感じの、まあ、掲示板、メルトモ掲示板を利用したというか、生かしたですね、まあ、援交があり、まあ、そういうね、ずる賢いね、援交狩りっていうね、こういうちょっとしのぎもありましたね。しのぎっていうか、まあ、小遣い稼ぎですけどね。あとは、まあ、友達んちとか、ファシンとかみたいなのね、ゲームよこせとかね、もらってね、それ売ったりとかね、まあ、窃盗して盗んだものを売ったりとかね、それはまあ、本当に、まあ、さっきも言ったけど、ポピュラーだけどね。あとね、こういうと面白いのやつだと思ってね、まあ、これは正直、この人も多分騙されたんだろうけど、まあ、結局、最終的に痛い目見たらしいんだけど、クレジットカードをですね、まあ、その名義作ってくれれば、名義っていうか、まあ、それでクレジットカードを作ってくれれば、5万円を渡しますっていうね、なんかよくわかんないね、ビジネスがね、まあ、勧誘来たのよ、友達から。やんねえかって。クレジットカードするだけで5万もらえて。そんな話あるわけねえだろうって俺言ったんだけど、いやいや、俺実際ももらってっかと言うわけですよ。いや、それやばいよって、クレジットカードの名貸して、そのクレジットカードを要は売るんだって。意味わかんねえよ、それ。どう考えたってやべえじゃん、そんなの。結局、大統領、まあ、最終的に、まあ、噂聞いた話だと、まあ、数百万円の請求が来て、どうのこうのって話を聞いて、そこはどっか、そこまで正直そこの辺は本当かどうかわかんないけど、なんかね、まあ、それは本当みたいよ。これは正直、しのぎでもクソでもなんでもないよね。5万儲かったとしても、まあ、95万それが、100万請求くれば。これもね、掲示板で募集したね、そいつは。クレジットカードを作ったら5万円差し上げますみたいなね、感じの、どんどんやってね。これね、これはなんていうの、これ結局詐欺なんだろうけどね、クレジットカード詐欺。これ詳細はよくわからん、正直。ただ儲かってないと思う。当時、その時は、だからまあ、軽いはした金もらっただろうけど、その後にまあ、多分まあ、大損してんだろうね。大損だよね。車売ったって言ったからな。まあ、こういうの、これはしのぎにならんな。あとね、これね、まあ、20代ぐらいの時かな、地元のやつらと飲んでて、まあ、定期的にね、地元の中に飲んだけど、トピアスされたんだけど、妙に羽振りがいいんだよね。お前最近羽振りいいなっつって、仕事何やってんすよ。いや、普通にトビやってるよっていうか、お前羽振り良すぎんだろ、それ何やってんすよ。いや、それが儲かる仕事あんだよとか言って、いつも飲んで、早朝ね、3時とか2時とかでもうそれぐらいに帰んすよ。じゃあ俺仕事だからさっつって、いや、お前トビでっつってやって、お前職人さんってお前早すぎんだろって言うと、いやいや、職人やる前にちょっとアルバイトやってんだよねっつって、それが当たっちゃってみたいなのいいから、いくら稼いだっつったら、いや、月、まあ、トビーっていうか、職人、その現場行く前の2、3時間、4時間ぐらいやって、まあ、月、まあ、いい時70とか60って言うんですよ、アルバイトだけだよ。お前、それなんだよ、それ、まあ、まっとうなアルバイトじゃねえな、つって、グレーかダークだ、ブラックどっちかだろ、つって、ブラック&グレーかなっていうか、わけかんねえよって言ってから、なんだよ、それ教えるんですよ。最後、しばらく教えてくれなかったんだけど、結局問い詰めて、まあ、じゃあ教えてやるよ。じゃあ、ちょっと来いよって、女とかに聞かれるのまずいからって言うから、何やってんのって言ったの、結局ね。そしたら、印刷や、何の工場が、製紙工
工場、製紙工場ってエッチな方製紙じゃないよ、紙を作る方ね。そこの工場のお茶館か何かに話持ち上げられたってさ、な製紙工場だな、なんだか紙をリサイクル工場をなんかね集めてる工場のやつに言われて、あれだけど、あのね、新聞紙は集めてこいと。新聞紙は結構なんか石油の原料だかね、なんだかの原料なんだから結構高く売れるんだってよ、新聞紙がね。今は知らんよ、今は知らんよ、もうこれ8年とか前だから。でね、その軽トラックとかトラックいっぱい積んでくると相当長くなるんだって、新聞紙って、まあ、かなりの量だけど。でね、神奈川でそれをやっちゃうと確か条例違反だからなんかわかんないけど犯罪になっちゃうんだって。泥棒、その辺ごめん詳しく覚えてないんだけど、東京に行ってそれを集めてこいって言われたらしくよ。買い取ってやっから、あのトラックで行ってお前らそのトラックいっぱいにして集めてきたら俺が高く買い取ってやるからっつって、で始めたらしいのよ。それがさ、東京だとどうやらね、まあ、8年前だかなんかの時はそれ法律に引っかかんなかったっていうよ、あの勝手に持ってっちゃっても。ただもちろん指定の業者がいるから、その業者よりか先に集めなきゃいけないわけね、その工事をね、まあ新聞紙をね。だからすげえ2時とか3時とかに行って、すごいそうよ、誰かが新聞出したやつをそれを全部要はかっぱらっていくわけね。指定の業者が取る前に、勝手に軽トラック、まあ何トラックだかなんかで勝手に回収しちゃうという。で、工場に持ち込んで買い取ってもらうっていうしのぎですね。まあ小遣い稼ぎですね。小遣い稼ぎっていうかどうかわからない稼いだね、それは。ただね、やっぱ住民のおばはんたちのね、バトルはあるって言ってましたね。別に正直住民からしたら別に指定の業者に持ってってもらわなくても何の損はないんだけど、まあやっぱそこは妙なね、正義感があるわけで、まあ何よあんたたちってね、指定のちゃんと業者が取り来るのよみたいな感じでね、放棄をしたおばさんが仁王立ちしてとかね、新聞紙の前とかあったって結構しましたね。まあ、関係なく車で突っ込んでったって言ったけどね、ギリギリまでチキンレースみたいになって、指出して喜んでいったわ、悪いやつだな、本当にあいつらは。それはさすがに危ないと思う。っていうね、その古紙の回収、先回収して、まあ、かっぱらう、まあ、新聞紙をかっぱらうっていうですね、まあ、小遣い稼ぎをしてるやつもいましたね。かなり稼いでましたけどね。あとね、自販機をね、K 君がね、一回ぶっ壊しに行ったんだよ。ぶっ壊しに行こうぜって、K 君がね。で、まあ、俺は行かんかったってことにしといて、まあ、行かんかったんだけど、で、K 君が言うには、自販機どうやらね、なかなかぶっ壊れないって言ってた。なんかね、その時ね、誰かスタンガンを K に当てたら、お金が超出てきたとか、銃が超出てきたとかいう、嘘くせえ話をしてたんだけど、本当かなと思って、それで K 君行こうって話だったのね。自販機ぶっ壊しに、K 君がね。俺は知らないよ、K 君だから、K 君が自販機ぶっ壊しに行ったのよ。その時ね、鉄パイプと、あと、なんだっけ、何持ってたメリケンサック持ってたのね、K 君は。でもね、ビクともしなかったって言ったよ。鉄パイプで思いっきりぶったくられても、メリケンサックで思いっきりドカドカぶったたいても、傷、本当にかすり傷がつくぐらいで、まるで壊れないって、へこみはしないし、自販機めっちゃ硬いらしいよ。昔のたまたまその K 君がぶったたいた自販機が硬かったのかもしれんけども、とにかく硬かったって、鉄パイプで引っ張られたら手の方が痛くなっちゃったって言ってたもん。だから嘘だね、鉄パイプで引っ張られたり、スタンガンドロコノスって、ジュースが出てきたとかね、そういうの嘘だわ、あれは嘘。壊れないってさ、全然そんな簡単に。その前に騒音で住民が降りてくるって。割に合わねえだろ、そんなん。自販機ぶっ壊しちゃって、大した金入ってるんだからな。あとこれごめん、しのぎじゃないんだけど、なんていうかわかんないんだけど、コインゲーム、今も結構ゲーセンであるよね。アミューズメント、カジノみたいなね、メダルで、お金の代わりにメダルやって、まあ、時間潰すっていうゲームなんだけど、俺すげえ一時期超絶ハマってたの。青春を正直メダルゲームに費やしたと言っても過言ではないぐらい費やしたのよ。その時のね、またね、まあ、別のケイ君がいたんだけど、一回ね、15万枚ぐらいね、メダルがストックいってるのよ、ケイ君。でね、そこね、結構安くて、メダル1000円で、なんかね、100万円とか200万円ぐらい売ってたのかな。で、店が要は、まず1000円で100枚売ってるとしようか。でも、ケイ君は、その辺にいるお客さんに、ねえ、コイン買おうとしてる人にね、ねえ、お客さん、普通に店で買ったらさ、1000円で100枚でしょ？俺だったらさ、1000円で150枚売るよっていう感じで、15万枚を全部金に変えたっていう、時がありましたね、ケイ君。結構それ儲かりますよね、15万枚だからね。単純に1000であって15万割る1000だから
0を1、2、3個消して15万っていくつだ ?1、10、100、1000万、10万だから0が6個。え？まあいいや、まあ儲かったんだって。という、まあそういうね、まあいろいろね、あの手この手をね、ない知恵絞ってね、みんな頑張ってね、お金を稼ぐわけですね。本当にみんな工夫してんだよ。でもね、本当にね、俺ね、心の話なんだけど、あ、ごめん、俺の話じゃないや。やめとこう。これ、ケイ君の話だ。また違うケイ君の話だけど、めっちゃ貧乏な時代があったのよ。本当に。マジで。超貧乏な、超絶貧乏時代が一時期あったの。まあ、いろいろあってね。働く暇もなくてさ、遊び行く暇も、ゲームやる暇も、学校行く暇もなくてさ、いろいろコツ使われた時代あってさ、もう、その幹部じゃないけど、その時にくれる金なんて、明日がやれば大したことなくてさ、タクシーとかバス代にもなんねえしさ、その時ね、ケイ君、本当にね、かわいなぐらいね、あれだって、再生箱の跡があったもんね、ケイ君。もう思い出すだけでケイ君の哀れな姿を見るけど、コインランドリーのさ、下探したりとかさ、コインランドリーの下50円がいっぱいあるんだよなんてさ、もうあんなの時代、思い出したくないよ、ケイ君、本当に。そんな時代もあったね、ケイ君には。あれは苦しかったろうな。逃げ出して正解だね。逃げてたらね、逃げて得るものは何もないとかね、言う人もいるしね、逃げちゃダメだ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 って言ってね、ロボット乗ってたやつもいたけど、逃げるってのもね、人生の中でね、一つの俺は選択だと俺は思うんですよね。戦うことだけがね、なんだろう、戦うことだけがね、正解じゃないと俺は思いますよ。時にはね、人間ってのはね、逃げることも大事なんじゃないかなって俺は思いますね。もう本当にね、意地になってね、俺は戦い続けるんだってね、いう風にね、なっちゃうとね、そのうち切羽詰まっちゃいますよ、人間は。たまには逃げたっていいんじゃないかなって俺は思いますよ。もちろん別に戦い続けるポリシーでね、信念で人生最後まで戦い続けるぜっていうね、まあ、人はいるでしょうね。それは俺はそれはかっこいいと思う、すごいもん。けどね、それができない人間はね、逃げたっていいんだよ。全然。かっこ悪いことじゃないもん、逃げることって別に。俺は思うよ、そうやってね。ずっとね、365日ね、ずっと毎日逃げ続けてるのは良くないかもしれないけど、たまにはね、逃げないと。勇気の撤退ってやつかな。たまには撤退って必要だよ、んな。立ち向かうことだけはね、それバカの一つもみたいにね、立ち向かったってね、それから その自分に合ってるか合ってないかをね、ちゃんと判断してね、ほんとダメだ、逃げないと。たまには。息抜き、噛んだな。噛んだってか、なまったな。肩の力抜いてね、たまには逃げろ。本当に切羽詰まったやつは逃げろ。悩んでんだったら逃げろって俺は思うけどまあこんなやつに言われても説得力ないだろうけどね。俺はいいと思うよ、別に。そんな日本人は真面目すぎると思う。俺は何々しなきゃダメだとはね、こうしなきゃダメだってね、正解のないことに対してのね、妙にね、そういうなんかこうしなきゃダメだ、ああしなきゃダメだっていうね、なんかそういう風に決めつけるのがね、日本人の悪い癖だとな、俺は思うんだけどな。それは 1+1 は2だよ、 2+2 は4だよ。そういう正解があるね、数学とかは別にあれかもしれないけど、人生とかのね、あれにおいてね、正解なんてね、一切ないからね。100万人いたら100万通りの考えがあるしね、正解なんてね、誰もね、ないんだよ、正解なんて。あの人にとっての正解が俺にとっては不正解だし、俺にとっての正解があの人にとっての正解かもしんないから、そんな人生に対して正解なんかないんだからさ、たまには逃げたっていいじゃん。何の話だよこれ。動画のタイトル思い出せ、ケンタ店長。そうだね、逃げちゃダメだと。まあそんな感じの金儲けっていうか、本当にちっちゃい金儲けだけど、そういう金儲けは結構、まあ今紹介したね、詐欺まで、だいたい詐欺とかね、結局悪いことっすよ。結局ね、良くないよ。ね、それで結果、運が良ければ捕まらないし生き延びられるし、運が悪ければ捕まっちゃうし死んじゃうし怪我するしね。真面目に働いてね、地道にやるのがね、人生っていうか人間一番かもしれない。
もちろんね、一発狙ってでかく稼ごうっていうか、夢を野心をね抱く生き方もね、俺はいいと思うし、かっこいいなと思うけど、まあ俺は地道にやっていく生き方が合ってるなっていうのが、まあこの年になってやっと分かったかな、これは。俺自身はね、うん、俺は本当にね、まあちっちゃい人間だから、一発どうこうしてっていうのはね、多分無理なんだよね。度胸もないし、なんかそういう博打に出るっていうか、賭けに出ることがね、多分俺はできない。なんか昔からいて、その、今日生きるとかね、ダイヤングじゃなんてね、太く短くじゃなんて言ってる時期あったけど、結局最終的になんだかんだ俺は保険を打ってる自分がいるんだよね。だから本当に俺は小心者だからさ、俺みたいな小心者は本当に地道にやった方がいいと思うよ。器がないんだよね、大きなことやるっていう。でもそれだって別にいいかなって最近思ってるよ。昔はやっぱ若い時は一発ね、大きなことやってとか、でかい羽であげたいなんていう風にね、そういうことやんないと人生止まんないぜって思ってたけど、そうじゃなかったね。やっぱ人生ね、地道にやる機会が俺には合ってる。俺みたいな人間には合ってるんだよ、地道にやっていくっていうのが。今ね、すごい楽しいもん、本当、地道に、毎日、なんか、普通に安定した仕事、まあ、ついて、まあ、なんかね、最近ね、年食ったせいかね、通勤途中に見かけるね、あの、なんか、道路脇とかに生えてる、植え込みとかに生えてる、あの、葉っぱとかね、光に照らされたさ、葉っぱとか木とかのさ、見てるとさ、もう、それだけで、ああ、なんか生きてるって幸せなんだなとかね。なんかもうじいさんみたいなんだよ、俺最近。マジで。もう、夜とかさ、懸垂出してってよさ、あの、街灯に照らされたさ、もう草花の、もう美しいこと。本当俺じいさんよ、今。なんだろうね。人間って本当に変わるね。自分が想像し得なかった自分にパッと急に変わってるね。気がついたら自分が自分じゃないんだよ、俺はもう。あの時の自分と全然、なんでだろう、何言ってんの俺。でもどっか劇的に人間って多分人生で変わる、そういうターニングポイントを迎えるのかな、みんな。少なからず。俺はどうだったんだろう、一体。いつからこんなじいさんになっちゃったんだろうね。昔、草と木とね、別にそういうお花畑とかね。なんかそういう系のね、例えば美術館とかさ、まるで10代の時興味なかったしさ、クソくらえと思ってたよね。でやっぱ親とかと行動するのも嫌だったし、親とかとそういうのも嫌だったじゃん。反抗期ってあるじゃんよ、誰にあるじゃんよって。俺こんなに怒ってんだもん。怒ってねえけど、だ家族の行事なんて一切参加しなかったよね、そのもちろん。でも最近すごいね、家族とね、まあ家族とね、そういう、あの別に正直言うけど真面目だった友達とかと遊ぶようになったんだけど、楽しいっていうかね、幸せを感じる今は。全然一切恥ずかしいとかも感じないしね、親と言おうが妹と言おうが、真面目な感じのね友達と言おうが。やっぱ年齢とか年取るってそういうことなんですかね。よくわかんないけど、まあ、若い時に見えなかったものがね、見えるようになったっていうのはね、これ実際結構ね、本当に ありますね。落ち着いたのかね。本当に最近なんかね、いろんなものに小さな幸せを感じますよ。まあ、俺がちっちゃい人間だからっていうのもあるかもしれないけどね。美味しいお菓子とか食べてね、たまにあの、俺なんて幸せなんだ今日って思っちゃう時あるもん。せんべい一つで思ったりするよ、本当に。多分今ね、心に寄りがあるんでしょうね。これね、俺去年失恋したばっかの時はそうだったと全く思ってなかったもん。もうとにかくイラついたし、とにかく起伏が激しかったね。不安定だったね。最近ね、特に最近ね、YouTube でね、皆さんがコメントくれたりね、あの視聴回数増えてね、みんなから 見られてる、見てもらってるんだっていう風に思って、しかも優しいコメントがバンバン来て、したらね、すごいね、心にゆとりができてね、心が満たされてね、安定してるんですよ。なんかね、なんだろうな、いいよね、今の時代。もちろん、昔の時代と違って、まあ、不便になった部分もあるよ。もちろん、文明は発達してるけど、生きづらくなった部分も多々あると思うんだよね、昔の時代から比べるとね。昔の時代って言っても、俺そんな昔の人間じゃないけども、俺が正直、子供の頃、中学生の頃
から比べても行きづらくなった部分は多々あるんだよね、やっぱ今。それでもね、便利になったところっていうかね、この電波だよ。人とつながれるっていうところ、この普通だったらつながれなかった、ね、この YouTube だ、Twitter だ、Mixi だ、何でもいいよ、LINE だね。なければ、絶対に関わることなかった人と人が関われるようになったんだよね。これがすごいね、大きなことっていうかね。まあ、これ正直、反面危険な部分もかなりはらんでるっていうか、かなりリスも一緒に、まあ、含んでるんだけどね。もちろん、その殺人に発展したりとかね、ストーカーに発展したりとかね、まあ、拉致監禁されちゃいましたとか、まあ、危ない目に遭ってしまう女の子も多いでしょうしね、男の人ももちろんそうだけど、だそういう危険はあるけど、まあ、すごいことですよね。遠く離れたね、人と人がつながれるってすごいですよね。何の話これ？動画全然関係ないじゃん、今。もう最後の方。ごめん。本当にごめん。もう全然関係ない話になっちゃった。これ悪い癖だな、俺。本当に。すいません。申し訳ありません。ね。うわ、こんなちょっと見づらいフィルターもかかってるっていうのにね。そんな感じですね。お金儲けとしてですね。はい。そんな感じの、ね。僕の周りの K 君が言っておりました。はい。そんな感じです。すいません。ちょっと長々と、すいませんでした。最後の方、全然関係ない話しちゃって。何分撮った？何分撮った？ほら、もう30分超えてるじゃん。というわけでね、じゃあ、すいません、今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。すいません、あんまり、関係ない話ばっかりしちゃって、申し訳ありません。また他の動画もちょっとよろしくお願いします。ケータ店長でした。さようなら、バイバイ。